森山まゆみ11月7日隊は、日本の元官僚、元政治家。旧姓名は、古川まゆみ。労働省婦人少年局長、参議院議員、衆議院議員、環境庁長官、内閣官房長官、文部大臣、法務大臣、白鸚大学学長などを歴任した。現在は、尾崎幸雄記念財団理事長及び、同財団、学童塾塾長を務める。 北海道用株式会社社長の古川敏夫の三人姉妹の長女として生まれた。津田塾専門学校外国語学科へ入学。極東国際軍事裁判において翻訳のアルバイトをしていた。津田塾専門学校を卒業後、女性として初めて東京帝国大学法学部法律学科へ入学。大学三年生の時に森山金次と結婚した。 国家公務員上級講師兼に合格し、東京大学卒業後、1950年4月に女性上級職員が E1 号として労働省に入省。女性官僚の草分け的存在としてキャリアを築いた。1980年、婦人少年局長を最後に労働省を退官。局長時代には男女雇用機会禁等法の総案に尽力した。その模様は、 プロジェクト X で後に紹介されている。労働省局長を退官する頃、特命全権大使の下馬表にも上っている。1980年に労働省を退官し、第12回参議院議員通常選挙の栃木県選挙区に自由民主党より立候補、トップ当選する。当時、自民党を栃木県連会長だった夫は、彼女の立候補に、 積極的ではなかったが、この選挙で自民党は2議席を独占した。夫の森山金次とは、おしどり夫婦として知られた。連続3期当選した後、第41回衆議院議員総選挙に、蔵替え、立候補するため、参議院議員を辞職した。同選挙では比例北た関東ブロックより、単独立候補し、当選する。以降連続4期当選しており、 その間に選挙区を栃木2区に変更している第39回衆議院議員総選挙で自身が衆議院蔵替えを望んだが断念、柳瀬進を擁立した。1989年第1次山内閣で環境庁長官として初入閣するが女性スキャンダルで内閣官房長官の山下徳夫が辞任したため公認の官房長官に横滑りで就任し、 女性初の官房長官となった。官房長官時代に大相撲の真珠としての不分立を無視して内閣総理大臣杯を土俵に上がって授与しようとして日本相撲協会に拒否されると森山やその支持者らがこの事態を女性差別問題であると問題提起を行いその後の女人付近反対派の活動により各地で様々な伝統行事のあり方に議論を 呼びかけることになった。選択的夫婦別姓制度推進、婚外子差別撤廃派でもある。1992年、宮沢改造内閣で、文部大臣として入閣。1993年の選抜高校野球では、始球式を務めた。第一次、小泉内閣、及び、内閣改造後の第一次小泉第一次、改造内閣にて、法務大臣として入閣した。 約2年4ヶ月の法務大臣在任中には、死刑囚5人の死刑執行命令書に署名した。なお、法務大臣在任中の2002年に、鈴木宗男事件が発生している。2005年の郵政選挙後には、自民党党議委員長として、郵政民営化法案に反対した、衆参議院ら50人に対する処分を決定する。主犯指名でも、 多党党首に投票した、野呂田法政を除名処分とし、平沼竹を、堀内光を、野田聖子ら26人には離党勧告、中曽根博文、河野池義忠は1年間の役職停止などとした。2009年の第45回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界引退を表明。ありがとうございます。